PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは483本目ダブルドラゴン2をお送りします。業務用から移植されましたアクションゲーム、格闘アクションゲームですね。ベルトスクロールのアクションゲーム、2人同時プレイ可能でございます。こんばんは。 PC エンジンはね、いきなり2からでね、1の移植はないんですけれども、はい、いきなり2ということでね、まあ、ライザンバーとかバリスとか、ね、2から始まるの結構ありますけど、ガルグライドですね、はい、ダブルドラゴンも2から。ブロガネさん、アランプロソさん、十万石さん、ゴールデンバーグさん、スズナさん、シエリさんいらっしゃい。はい、なんかファミコンの方のね、移植に近いっていう話をなんか聞いたような、前コメントでね、あったような気がしますけれども、はい、業務用よりファミコン版のに近い移植ということですね。PC エンジンが好きな人に話しました。まあ、これ出荷本数が少ないんでしょうね、おそらくね。93年3月12日発売、ナグザットスーパー CD ロムロム7800円、アクションゲーム2人同時プレイ可能です。マルチタップ対応、バックアップはついてません。コンテ回数は制限ありとなっております。風里敷さん、ありがとうございます。はい、それではいきましょう。ダブルドラゴン2。テレテレンテレテレン、ウォーユーユーの剣やってるやんか。はい、10個目されて、ダブルドラゴン、正一と正二兄弟。西暦2000年ですね。もう21年前の話になっちゃう。21年前ね、はい。地球上は核ミサイル5発の影響を受け崩壊寸前の状態にあったところから。12個目されて、ここニューヨークは奇跡的にも全滅を免れ、さまざまな国から多くの人種が集まっていた。その中には善も悪も、いや多くの悪がこのバーストシティニューヨークに集結していたということでね。猫さんありです。クロムデさん12個目選手。1992年、 ありました、はい、二大国の対立はすでに過去のものとなり、はい、うん、もはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていた。思われていた。燃える名前だぜ。しかし、そんな世界観だったんですか。そうなんです。しかし1998年7月13日、アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前の ICBM が老朽化による故障のため誤って発射されてしまった。早いけんさん、いや老朽化で何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか、今となっては誰にも分からない。安全装置が作動しなかった。今から24年前、大変でしたね。大変だったね。ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。早いけんさん、だが治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。バーソさんです。あらららら、女神。そしてある日、謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。猫じゃらしさんです。なんて世界になってしまったんだ。ここはラックスシティ、ニューヨークです。お願いだからやめて。発射されたら報復でやっぱり世界は破滅に向かうんだろうな。おそらくね。担ぎよさえじゃ。ちょっと検察権の味を試させてもらうぜ。検察権。おう、天才犬、肩パッドがない世界観か。34個戦しました。ダブルドラゴン、ダブルドラゴン、エコー付きでリンさんが出るんです。ダブルドラゴン、うりゃとりゃあっという間に、おらこれ知ってる。最後に兄弟喧嘩するんですよね。39個目、2人同時プレイだとね、どうなるのか分かんないね。なんか業務はそういうことがあったんだよね。あれ初代だっけ。この BGM 入らせないね。ねえ、この BGM かっこいいね、やっぱりね。ダブルドラゴンのテーマ。手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。飛行はつかないのね。飛行はつきません。
屋の中は？どうしたんだ？マリアン！左のやつジェリドですよね。マリアン！ジェリドじゃない。オノレラックス軍。なんてこった。幻殺拳。幻殺拳。マリアン！マリアン！ラックス軍。死ぬな！チキショー、もう原殺拳で分かってる。原殺拳の集団が、うわぁ。そうですね、スローにすれば悲しく聞こえる。ベベーラの血は何色だ。ラックス君じゃないです。はい、というね、ストーリーでございます。なんて熱いゲームなんだぜ。熱いゲームでございます。はい、オプションですね。はい、1B プレイ、2B 同時プレイですね。でちなみに、2B プレイ A と B ありますけども、どう違うのかというと、 A は味方同士の攻撃でダメージ受けません。はい。まあ仲良くね、プレイできる。B の方は味方同士の攻撃でもダメージ受けちゃうね。途中で喧嘩になっちゃうパターンですね。さっきの金髪の女性が27歳おるですね。これまで下がれようです。わざわざ大事なことなんでね。まあ、じゃあ一人プレイヤーが5期まで設定できます。はい。レベルがイージー、ノーマル、ハードになっております。森さんが一番最初。これなんとね、マルチエンディングになってまして、グッドエンディングは、ハードでないと見ることができません。はい。ハードで1ステージ追加になって、ね、真のボスが出てくるようになってますね。まあまあ今日は紹介枠なんで ED でいいですけども。はい。ED だとエンディングが、まあエンディングというか、まあエンディングは、真のエンディングは見ることができません。さっきの女性は一緒さんですか？ノーマルだとちょっとね、あれですけど、ちょっとぼんやりすると。で、ハードだと追加ステージで、確かね、真のボスが出てくる。ハードでマリアンか？ハードで、まあちょっと言いませんけど、まあはい、まあ今日はまあ紹介枠でそこまでいけないんでイージーでいきます。はい、デモのオンオフもね、クレジット数は5まで増やせますと。はい、行きましょう。ダブルドラゴン、ドラゴン、ミッション1。伊賀さんが500プトに登録しました。伊賀さんありがとうございます。65個目されました。はい、1ボタンが右への攻撃、2ボタンが左への攻撃、ジャンプボタン、ジャンプが1プラス2となっております。ああ、で、髪を引っ張ったりね、できます。こう、ほら、近づいて、よいしょ。よし、よし。おう。おう。はい、これがジャンプ中に、ジャンプ中に、ワン、ジャンプ上昇中にワンかツーで劉備乱風脚で、起き上がり時に体の向いている方向の攻撃ボタンで天殺龍神拳、起き上がり時にワンツー同時でバクマ龍神脚のね、これが創設拳の奥義、奥義じゃない、奥義って書いてあるんだけど奥義でいいのこれ奥義じゃないの、読み仮名を創設権奥義って書いてある。ほんとは奥義が、おら天殺龍神拳、おら横編みたいなもんですよ、横編みたいなもん。あら、おじさんさんが3400プトニコに登録しました。あ、進めたいけど、天殺龍神殺し、バクマ友人客、多分小さくて見逃しちゃったんだな。竜巻旋風客ですよね。あれ進めないんだけど、あれ進めなくなってるよ。ちょっと待って、あれあれちょっと待って、バグった、あれれバグった、バグったかな。74個目で、バグ、わらバグですかね。わらわら
都合。もう一回言ってみましょう。あらら。キャー。はい、他にも。アッパーキックね、髪を掴んでから、最初のステージで良かったですね。最初のステージ良かった。で、下プラスで肘打ち落としとかね、上でアッパーキック、髪を掴んで投げるとかね、キックとかいろんな技が出せます。ワコツンです。赤戸大門さんです。ドロジさんが500プトンコンコン報告しました。透明な出来上がりとかそうなんだね。おっとっと。しましたおっと、おっ挟まれちゃった。おら広告貢献さんに金銭が重りペップトニコに広告しました。おらあうわえい、敵もやってきましたね今ね。おっと破壊に見えたか。うーたーよしよしよし、おらキュッキュッ、あ、ちゃんと来た。さっきなんか敵が出てこなかったね。トゥーおりゃーいやっておらおらおトゥーりゃーまた扉があったら出る。おらキュッ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 、よいしょえいよ。おっとっとおっと危ない、あ、止まれちゃう。よいしょ、私の笑い声じゃないです。ノーコンキル先生はライフセルンかな。メガクラッシュってあったっけ。メガクラッシュはね、メガまああのね、よくはないですね。はいはい、ないです、ないです。ライフ減るの技はないですね。はい、よいしょ、大事な第2ランクおらおっとおらあちょっとおらおらあらあちょおらよし、あれあれもね、はい、竜巻旋風脚もライフ減りませんので出し放題でございますよ。ほらあうとりゃほらえい、アガト大門さんが2300ブトニコニコアガト大門さんがです。今日もラックス式で戦いが始まる。おっとおっとおっと、武器は拾えますよ。おらおらあ、違うだ。コップだ。藤波辰巳さんがいるからマッチョだろうな。あ、やるし、あ、しまった。圧倒といえばね、うわっとキュッキュッ、はい、どうりゃドッキリの看板キュッキュッキュッ、おっと、デブが出てきた。おらおらよいしょよいしょよいしょ、おっとなにー、どういう仕組みだってた、こいつは復活したぞ。
怪物ね。おら。ならピン落としてからに片付けることもできるんですよね。そうですそうです。落としても大丈夫ですよ。自分が落ちる落ちます。自分大丈夫。もう大丈夫。よし。死んでも復活。毒の薬をもしや。国尾さんありがとうです。蘇生薬を飲んだのか。人間じゃねえ叫び、わらわら。足細いな。足細いですね。細マッチョ。他のベルフグと違って落下に関してすごく渋谷。そうですね。渋谷なんだけど、ジャンプはワンツー同時でね、結構ね、難しいですからね。テクノスジャパンは。ジャンプかワンツー同時ですよね。クニオ君といいね。いろいろ難しいですね。結構難しいですね。さあ、ヘリコプターを追っかけてミッション2。ワン、ツー。お、落とせるな。こっち来い、こっちだ。あっ、どれ。おらおらー、よし、落ちた。で、こっちだ。あら、おらー、よし、落ちた。おらー、下は死体の山だね。お、死体が消えている。あれ。ワン、ツー。おら。お。おら。おら。おう。おう。どりゃ。一旦左に。そうですね。おう、通れ。おら、おら、あった。お、おら、あう。おら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 、あたべ、おら、ここさん髪がないぜ、うち、おら、おっとっと、えい、えい、もうナイフだ、おら、ワン、ツー、スリー。おう、スタイバイボス。おっと、ここもオートライブに。うりゃ、落ちろ、うりゃ。お、なんか敵が、うりゃ、うりゃ、よし、あ、しまった、えい、えい、よし、おう、どーれ、あ、あ、あ、へばった。いつの間にか体力なくなってんじゃん。よし、おれ、上に参ります。お、逃がさん、おら、
うら、どれ、やばい、うら、何に乗ってたこの、よし、このヘリは、うら、おい、う、さあヘリの中に突入。ああ、そういえば回復アイテムがないですね。アイテムがないですね、ダブルドラゴンで。俺が先に行く。いや、待てよ、俺が。ドロー。おお、すごい。なんか、人間の方がでかく感じるけど、気のせいです。ドゥルー。ドゥル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 、思うとさらにでかいヘリコプターが、ヘリの中にヘリが乗ってくる。ドゥル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 コントラみたいな、ドゥル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 。道端の文句なんてやべえだろ普通。まあそうだね。道端に肉が落ちてね、食べて帰るとまあおかしいけどね。コントラスピリッツを見てると割と普通に見えちゃうという、わら。よくありますね、ヘリコプターに捕まって。敵になりますよ、わら。さあこれ、ここはね、あの落ちたら死にますね、あの扉が開いて引き込まれるんで。よいしょ。おら、吸い込まれちゃう、危ない危ない、吸い込め、ヘイヘイヘイ。でも、患者さんはリアルじゃないですか。いやいや、患者ガムで回復はしないと思う。おら、おら、およしよし、おら、吸い込まれる、おら、おら、おっとっと、でかいの来た。おら、おわお、アタック、おお、よいしょ。おら、ここでやったら吸い込まれない。よいしょ、えい、そうなんだ。あーだ、トゥー、うる、わーだ、わーお、うえ、なんかそういうのが含まれてないんだよね。おわう、へへへ、どうだどうだ、えい、よいしょ、よいしょ、おう、おら、おう、おら、へい、へい、へい、おっと、いこれ、よいしょ、おら、よいしょ、えい、よいしょ、開かないかな、よいしょ、よいしょ、すいません、ほら、おじろー、あとここが、おう、お、ここがチャンスだ、あー、やだ、おいしょ、あー、俺が落ちた。へい、へい、一歩シュートになります。おう、あ、
ガーッ寝ながら吸い込まれていった。寝ながら、おいしょ、混ぜてきた。おら、よいしょ、よいしょ、おう、おら、あう、おし、うわあ、まずい、よいしょ。どれだけガムバンドなんだ。あっ、うえ、ほら、音楽はいいですね。このあっと、もう時間ですね。駿河屋さんでは完品負けプレイ10801円、ぜひお買い求めください。アマゾン在庫レイなので楽天価格19800円から。ヤフオクでは自動掃除だったのか。出品中です。いいお値段、いいお値段しますね。これやっぱり当時見なかったですからね。その場コンティニュー大好き。その場コンティニュー大好きです。自動掃除かよ。どこに向かってるの、これは。一体このヘリはどこへ向かっているんだ。はい、二人の運命やいかに。この続きは皆さんの目で確かめてください。はい、持ってる持ってた人はいいじゃん。いや、まだ持ってない人ですね。雷に打たれてヘリが不時着するところは、はい、前回は、9.4% でした。 9.4% からいくつ増えたかな。ドドーン、不時着しました。よいしょ。テレ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 デデデンテレ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 デデデンテレ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 テてて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 てパパパパーやりました。 3.9% 増えてる。はい、皆さんもね、2人同時プレイもね、ちなみにできますんで、ビリーとジミーで2人でマリアンのね、敵を取りに向かうのもよし、1人でね敵を向かうのもよしということで、今日はダブルドラゴン2をお送りしました。ちょっと今お高いですけどね、ぜひともゲットしてみてはいかがでしょうか。明日のマラソン枠は明日までね、画期的なソフトですね。あの勇者たちがやってきます。お楽しみに。オデスター、オデスター、はい、オズです。オデスター、オデスター、でした、はい、オデスター、どんな勇者たちかな。オデスター、どの勇者かな。はい、オデスター、アケバンと全然違うし欲しいな。はい、オデスター、アケード版とまだね違うんで、アケード版やった人も楽しみますね。解放しちゃう。さあ、どっちの勇者かな。